私たちは過去を生きることができません未来を生きることもできません私たちは今こここの瞬間にしか生きることができないんですペンネーム S さん 二十歳の女性から届いたお悩みです。私は小さい頃、両親から虐待を受けていました。そのせいか、音と匂いに過剰に反応して生活しています。いつもビクビクして時にはパニックを起こします。そして私に障害が見つかりました。もう二十歳になりましたが、受け入れることができず、引きこもっています。発達障害と精神障害で、 二度の入院をしました。薬も飲んでいますが正直意味がないと思っています。もちろん何度も死のうとしました。私はすべて両親のせいだと思っています。産まなければ虐待をされなければと思うと学校生活もうまくいってたのかなって。学校では小学生から高校生までいじめにあってきました。教師からもです。 人間なんてクズです。もちろん私も。人を殺そうとも思います。全員死ねばいい。消えてしまえばいい。でも私にはできない。殺人事件のニュースを見て思います。人が人を殺す世の中がなんて醜いんだろうと。 自分で命を絶つ世界が悲しいなって。人は醜い、汚れている、変わってほしい。相談なのかは自分でもわかりません。ただ苦しいんです。虐待を受け、いじめにあって、障害を持っているからこそ命の大切さがわかる。でもだからこそ辛く死にたいと考え、一人で苦しんでいます。 相談したくてもどう話せばいいのかわからない。難しくてわからない。こんな相談でごめんなさい。仏教の経典の中に、一夜賢者の下という詩があります。こんな詩です。過去は追うな。 未来を願うな。過去はすでに捨てられ、未来はまだ来ない。だから、ただ現在のことをありのままに観察し、動揺することなく、よく理解して実践せよ。ただ、今日すべきことを熱心になせ。明日、死のあることを誰が知ろうか。 かの死神の大群と会わないわけはない。このように考えて、熱心に昼夜怠ることなく励む人、このような人を一夜賢者と言い、弱情者、弱目者と人は言う。これが一夜賢者の芸と言われる いわゆる詩です「一夜」というのは「一日」という意味なんですけれども仏教の中では「賢者」というのは明確に定義されていますこの「一夜賢者」の詩の中にあるように芸の中にあるように自分のなすべきことを「 今日やる過去の出来事や未来にまだ起こっていないことに自分の妄想をはせて頭の中を過去や未来において妄想をし続ける仏教では「 このことを最も厳しくいさめています。そして、この一夜賢者の下の中にあるように、今日なすべきことをなせ。それが、2500年前に、お釈迦様がおっしゃったことであり、この2500年間、インド、チベット、 タイスリランカ中国韓国、まあ、その他日本に至るまでたくさんの国々たくさんの人々を通じて受け継がれた語り継がれてきた教えの根本です。 S, S さんの問題は何かというと S さんは S さんの肉体を生きていないということです私たちは私たちの肉体は過去を生きることができません未来を生きることもできません今ここという言葉がありますが 私たちは今こここの瞬間にしか生きることができないんです過去にいろんないじめがあったんでしょう虐待も受けたんでしょうそれは全部過去のことですね S さんは肉体で生きていなくて 頭の中の妄想で生きている。これが S さんの問題です。そして、これは大問題です。S さんに限らず、S さんのような思いを持って生きている人たちというのは、この世の中に実はたくさんいます。この一夜賢者の下に書かれている言葉、この一夜賢者の下に書かれている言葉は、 2500年前のお釈迦様のいらっしゃった時代にはすでに過去に生きてた人たちがいる。過去の妄想に生きていた人たちがいるということ。そしてまだ来ぬ、まだ見ぬ、未来に思いを馳せて妄想をし続けて生きてた人たちがいるということの証拠なんです。そしてこの仏教が日本にインドから伝わってくるまでの2500年の歴史の中において国を越え、 民族を超え、性別を超えて、仏教が今、私たちに受け継がれてきているというその理由は、エッサーに限らず、ここの東西多くの人たちが、今、ここにしか生きることができないという事実、真実というものを忘れて、過去の妄想、 そして未来の妄想に生きてきたということを意味しています。だからこそこの一夜賢者のゲが私たちに大きな自己反省をもたらすわけです。S さんわかりますかね ?S さんは過去の出来事に 生きているんです虐待を受けたこといじめを受けたことそれは大変な苦労だったと思います今なお心に傷としてあるいは人によっては虐待の後が体に傷として残っているという人もあるかもしれませんでも過去に起きたことは今起こっていることではないんです い S さんの頭の中に妄想としてあるこの頭の中の妄想にエネルギーを注ぎこのあの頭の中の妄想に生きているこれが S さんの問題です。 私たちの脳にはさまざまな機能があるということがこの発達した医学そして科学の中で分かってきました私たちの脳には「モ様体不活系」というとても興味深い働きをするという癖があるということが分かってきましたモ様体不活系というのはどういうことかというと 例えば私たちが何か欲しいものを雑誌で見た。例えば今年流行るであろう色のとても可愛らしいバッグをあるファッション雑誌の中で見た。そしてそれが欲しいなと思った。すると街の中に出ていくと不思議なことに 自分が欲しいなと思っていたカバンを持っている人たちがいるんです。デパートに出かけたり、あるいは駅であったり、いろいろなところを歩いていくと、自分が欲しいと思っているカバンをすでに持っている人たちがいる。すれ違う人の中にそのカバンを持っている人がいるということに気づくんです。その雑誌を見て、 自分が欲しいと思うまでまではそんなこと気がつかなかったのに私以外の人はみんな持ってると思う例えを変えると例えば男性で車が好きな人がある車が欲しいと思うそうすると不思議なことに街中に行くと自分が欲しいと思ってた車に乗ってる人たちがいるわけですその車に出会うんですああそこにも走ってる こ,こにも走っている私たち脳は私たちが意識したことを私たちが欲しいと思ったことを心に止めたものを収集して集めようとしますそのような癖がありますエッサの嘆きの中に「世の中は醜いです人は醜いです」そのような言葉が何度も登場してきます これは何を意味するかというと、S さんの頭の中の毛様体不活系が働いて、あるいはテレビで、あるいは新聞で、あるいは雑誌で、あるいはどこかのニュースで、人間の醜さというものを報道したり、世の中の醜さというものを伝えているというその記事を、意図して S さんの頭が集め始めてしまう。 そのことによって世の中はすべて醜い世の中の人間というものはみんな醜いんだという妄想がさらにかきたてられていきますネッサにはっきりと事実を申し上げますネッサにはっきりと事実を申し上げます 世の中には、醜さというものはありません。エスサにはっきりと申し上げます。世の中には、正しさというものはありません。エスサにはっきりと申し上げます。世の中には、すばらしさというものもありません。エスサにはっきりと申し上げます。世の中には、 虚しさというものもありません。そして苦しさというものもありません。すべて、それぞれの人間が、それぞれの過去の経験と、過去の経験によって、強化されてくるところの、盲用体不活系によって、苦しき情報を集め、悲しき情報を集め、嬉しき情報を集め、 寂しき情報を集め、死にたいという情報を集め、世の中は醜いという情報を集め、世の中は素晴らしい情報を集め、それぞれの頭の中で妄想していくわけです。だとするならば、問題は、S さんはどのような妄想 持って生きるのか。世の中はすべて醜い。世の中の人は死んでしまえばいい。事実いろんな事件が起きる。そのようなことによって世の中の人すべてが、そして自分自身も死んでしまえばいい。毎日がこのような命を生きていて苦しくないはずがありません。S さんの苦しさの根源は明確です。 S, S さんに、この世の中の醜さ、自分の醜さというものを証拠づける、その思いを強化するという情報、これを集める、それを立証する、その目的を持って S さんが生きていること。これが、 S S さのの苦しさの正体ですそしてそれ以外の目的がないことこれが S さんの苦しさの正体ですどうかこの動画をご覧になっている S さんに限らず今自分が苦しいんだという思いを持っている全ての人たちに伝えたいそれは何かというとあなたが苦しき時あなたは 自分の生きる目的そして自分の生きる目標というものを失っている自分が本当は目的としたくないこと本当は目標としたくないことを知らず知らずのうちに目的目標として持ってしまっているということそして本当はどんな目的本当はどんな目標を 持って生きたらいいのかということが分からなくなってしまっている。この完全に自分の生きるということの軸がぶれてしまっている。この時ほど苦しいことはないんです。処方箋です。先ほど私が紹介をしました、一夜賢者行というものを もう一度繰り返し唱えてみてください。読んでみてください。紙に書いて貼ってみてください。それを声に出して唱えてみてください。一夜賢者の芸。過去は追うな。未来を願うな。過去はすでに捨てられ、未来はまだ来ない。だからただ現在のことをありのままに観察し、動揺することなく、 よく理解して実践せよ。ただ今日すべきことを熱心になせ、明日死のあろうこと誰が知ろうか、かの死神の大群と会わないわけはない。このように考えて熱心に、昼夜怠ることなく励む人、このような人を一夜賢者と言い、弱情者、弱目者と人は言う。最後に、 ちょうど私も18から二十歳にかけての大学生の頃とても苦しくて自分の過去自分の現在持っている能力のなさ非常にそういったものにコンプレックスを感じていろんなことから母親と口論になったことがあります。 そして、母に。決して人として完璧ではない母に。それはそうです。自分が親になってみたらわかります。痛いほどわかります。この世の中に完璧な母親はいません。この世の中に完璧な父親はいません。この世の中に完璧に生きることができる人というのはいません。それが人間の限界です。だけれども、 小さき時は、幼き時はそのことがわからない。だから、完璧ではない人間が、完璧ではない母が、完璧ではないながらも、答えはわからないままでも、苦しい中、自問自答を繰り返しながら私を育ててくれたということが、さっぱりと理解できずに、私が今こうなったのは母のせいだと。 今私がこうしているのは母のせいだと。飛び出していきたくてもその勇気を持てないのも母のせいだと。あなたが私の将来にブレーキをかけていると。あなたが私のやりたいことにブレーキをかけていると。私がやりたいと思っていることをあなたはずっとブレーキをかけてきたと。だからこんな軟弱者になってしまったと。そう言って食いついたことがあります。 その時、母にぴしゃりとこう言われました。確かにお母さんは完璧じゃなかったかもしれない。けれど、二十歳を過ぎたらもう自己責任よと。私は今後あなたを縛るつもりは全くない。過去に一度たりとも、あなたの幸せを願ったことはあれど、あなたを縛り付けるつもりで、これまで来たことは一度もない。 私だって分からなかったのよ。私だって苦しかったのよ。でももうあなたは二十歳になっただからすべてのこれからのことは二十歳を過ぎたらもう母としての役目は一旦終わり。だからすべて今後はあなたの自己責任よ。そう。 と言われました今になって思えばあの時に母に投げた言葉というのは今自分が父親になって子供を持つ身になってまた子供たちの教育というところに関わる身になって自分が完璧な父親であった試しは 今まで過去の一度もないし、今まで自分が完璧な先生であった試しは過去の一度もないです。自分が上司になって、部下にとって、自分が完璧な上司であったという時は過去の一度もないです。人間は完璧ではない。世の中の人間は完璧ではない。だからこそ、 一夜賢者の芸なんですこのゲをすべての人たちが唱えそして妄想から現実に目覚めていただきたいお釈迦様が2500年の時を超えて今私の心の中にまだこの言葉を持って私を諭してくださっているそのことが 決して完璧ではない。人として完璧ではない。僧侶としては完璧ではない。私を、この一問一答という番組の収録に向かわせているんです。取り留めのない話になりましたが、スさんが私にこうして相談を持ちかけてくださる。 ということは、S さんにとって、誰にも相談する相手がないということではないということを、ぜひ今後覚えておいてください。S さんがどんなに虐待をされようが、どんなに世間の人に白い目で見られようが、私は今後も S さんがもしね、ご相談を言いたいこと、悩み、苦しい、死にたい、誰かを殺したい、もし自分が、もし自分がですね、間違った妄想に、苦しさがゆえに、 そのした妄想に自分を乗っ取られそうになったらまた私にメールをください。でもその前に今日私が処方箋としてお伝えをしたこの一夜賢者行を紙に書きノートに書き壁に貼り言葉に唱えまずは自分の身の回りからまずは自分の 部屋の中でできることで、家の中でできることでいい。今自分ができること。今自分をなすべきこと。今自分がその身を持って、その心を持ってできること。それをもってして、世の中の人を恨み殺そうとするのではなく、世の中の人を 自分のできることで何かお役立ちできることで少しでも世の中の役に立ち少しでも自分のような妄想を起こしている人たちをそのような妄想を起こさないご自分の辛き苦しき経験の中から今度は S さん自身が この一夜賢者業を世の中に発信できるようなそのような人になってくださいまた苦しくなったらいつでもメールをくださいきっと妄想を払拭して一夜賢者になることができると信じています頑張ってください